路線車貸切車関西空港交通株式会社は南海電鉄グループのバス会社で主に関西国際空港と近畿圏、東海圏、中国、四国地方を結ぶリムジンバス、貸切バスを運行している。1991年4月に南海電気鉄道と当時の日本、大手航空会社の3社の出資により設立。1994年9月の 関西国際空港開港に伴い、運行を開始した。英訳名は、関西エアポートトランスポーテーションエンタープライズ CO、リミテッドで、その略称からケートと呼ばれている。近畿地方のほか中国、四国地方へも運行される。その1994年の開港以来、リムジンバス運賃は据え置かれてきたが、後の燃料飛行等や関空利用者の減少などから、 2009年2月1日より一部を除く各路線の運賃が値上げされた。一方、21世紀突入後にピーチアビエーションをはじめとする格安航空会社の就航が開始されたことにより、早朝、深夜時間帯に関空を発着する便が増加しており、これを背景にしてリムジンバスにおける深夜、早朝便の新設などに積極的に取り組むようになってきている。 そして2015年7月1日、関空から大阪駅前に向かう便について、日本初となるリムジンバス24時間運行を実現させた。この実現には、関空側からの運行要請も背景にあるとされている。また、2015年に ANA ホールディングスが保有していた株式を南海電鉄に譲渡したため、現在は南海電鉄の完全子会社となっている。 大阪市内は、蒸気参照以下の路線同士を、太字停留所にて当日に乗り継ぐ場合、出発地にて乗り継ぎ割引乗車券を購入できる。ピタパー以降かは、関西国際空港発着の以下の便で使用できる。また、交通系、IC カード全国総合利用サービスにも対応している。ABC ハンドブック南海2015年度版 グループ会社一覧南海電気鉄道2016年5月17日、閲覧 AB 関西空港交通株式会社、第29期決算広告、LCC 増便関空リムジンバス24時間運行に、関西テレビ放送、オリジナルの2015年7月1日時点におけるアーカイブ、 https://archive.is/3tegz2015 年7月1日閲覧。リムジンバス大阪駅前関西空港線が7月から早朝便を増便し24時間運行を開始。ニュースフォートラベルオリジナルの2015年7月1日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/2015-0701150413/http:/news.4travel.jp/9323/2015 年7月1日閲覧。第98期定時株主総会招集ご通知。南海電気鉄道。 2018年9月14日時点のオリジナルよりアーカイブ2018年9月14日閲覧お知らせ交通系 IC カード利用サービスの開始について関西空港交通2018年4月5日時点のオリジナルよりアーカイブ2018年4月5日閲覧ありがとうございます